ステーションアリーナに住む方にですねおすすめなのが、もし池袋経由で帰る際はですね、この池袋駅構内ですね、西部の地下1階に入り口があるんですが、聖戦クラブっていうのがあるんですね。こちら有楽町線の改札がすごく近いんですよ。で、聖戦クラブはですね、もうその名の通り聖戦食品でお惣菜だったりもですね、いろいろ売ってます。まあほんとスーパーマーケット感覚で使います。価格は安くはないですけどもね。で、そこで買った後にこの有楽町線の改札を入ります。改札入ってエスカレーターをですね降りた付近から有楽町線に乗車します。はい、東池袋駅到着です。先ほど池袋駅ですね、改札入ってすぐにエスカレーター降りたところ、7号車3番ドア、7号車2番ドア、この付近でですね、乗車して降りるとすぐに雑司ヶ谷方面改札があります。こちらを登っていきます。雑司ヶ谷方面の改札を出ます。で、改札を出ましたらもうそのままですね、まっすぐ進んでいきます。はい、あっという間に到着でございます。この白い囲いの先がですね、ステーションアリーナの15階続くエレベーターができる場所となります。今ポツポツと雨が降っておりますけど、そういった日もですね、雨に濡れることなく池袋駅のですねデパ地下で買い物をしてですね帰ることができるというのはとても魅力が大きいですね。まあ、勤務先にもよりますけども、池袋駅を通る方はですね、池袋駅のデパ地下で買い物して帰宅で、あとは休日では利用でもいいですよね。なんか雨で買い物行くの面倒だけどっていう時は駅直結ですから、もうそのまま電車に乗って池袋出ちゃえば、池袋駅はですね外に出ずしてですね行ける商業施設が多いんですよね。で、雨の日億劫だなっていう時も買い物に容易に行けるのがいいですね。いやー、販売が待ち遠しいでございますよ。どーん。自分もですね、聖戦クラブよく使うんですけども、こういった形で今日はちょっと贅沢なものをですね買いました。もともとですね安いものありますので、デパ地下なんで、まあ、一般的なスーパーマーケットやや高いですけど、池袋、まあ、デパ地下は多いので、まあ、デパ地下の中では現実的な価格の商品もある方だとは思いますね。非常にですね選択肢も豊富なのでおすすめでございます。いいですよね、池袋のデパ地下で買い物してから濡れずに帰宅できるってのはいいですね。